始まりました。ブックマちゃん、どうもアクニャンです。どうも中根すだまです。どうも映画チンピラジャガモンド斉藤です。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃうチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。ゲスト、はい、何て言いましたさっき。あ、映画チンピラという異名がありまして、はい、映画チンピラがコンビ名っぽいですよね。あー、映画チンピラのジャガモンド斉藤ですみたいな。確かに普段お笑いコンビジャガモンドというコンビのツッコミを担当している映画チンピラ斉藤です。おいや長くない今回ですね、斉藤さんにおすすめのホラー映画、そうなんです、原作本、はい、ちょっとどうチョイスしようかなって悩んだんですけど、うん、映画と結構ギャップがあって、かつ映画ももちろんですけど本ももっと面白いよみたいな感じの3冊にさせていただきました。楽しみ。僕はホラー映画一回も見たことないんですよ。え、一回も。なんかビビるためにお金払うの嫌でビビるためにお金払ってますよね。だからちょっと今日いろいろ教えてほしいです、面白さ。あ、いや、じゃあちょっとね、最後に読みたい見たいって思ってもらえるように頑張ります。はい、お願いします。頑張るぞー。おれーあ、チンピラだいや、ごめんなさい、ちょっとまだ組み手の仕方がわからない。1本目はこちら、角川ホラーの沢村一さん、ボギワンが来る。あー、めっちゃ好き。面白いよね、小説はボギワンが来るなんですけど、映画は来るっていうシンプルなタイトルなんです。映画もどっちも見たってことですか、小説も、はい、どうですか。監督がそもそもめちゃめちゃ個性的な映画撮る方じゃないですか、はい、中島哲也さんっていうの、うん、だから告白とかの方ですよね、うん、それ色をもう全面出してきたなっていう、うん、全然こっちはそんなじゃないんだけど。そうなんですよね、うん、そこがやっぱポイントでございまして、まあどういう話かというと、あのボギワンっていう化け物がいるんですよ。家にノックしてね、うんうん、来て、で開けちゃうと呪われちゃうみたいな話になってって、でじゃあそれをどうやって奴隷していくのかっていうところで、いろんな霊媒師とか、うん、霊媒師もいろいろ階級みたいなのがあって、うん、雑魚っぽい霊媒師が来ると、うん、こう俺には無理だみたいになっちゃって、究極も一番上のとんでもないえげつないレベルの霊媒師が来て、オカルトバトルものみたいな感じの話、うんうん、ブックマ。映画だと岡田くんがね出てて、結構豪華なメンバーなんですけど、瀬間さんがおっしゃってた通り、この監督の作風っていうか作家性みたいな、結構ゴリ押しされてる映画になってて、面白いんだけどホラーとしてはちょっと絶妙なね位置にある映画なんですけど、っていうのもその怖い話って、まあ例えばボギワンだったらまあ呪われるわけじゃないですか。なんで呪われたのかって結構重要というか、例えばその悪いことしたから呪われたでもいいし、魔物が封印されてる壺を割っちゃったから呪われるとか、あとリングだったらこう呪いのビデオ見て呪われるとか、トリガーみたいなのがあるからやっぱ僕らも怖いし、あ、そんなことしちゃったら呪われちゃうよっていうとこスリリングにこうなってくはずなんですけど、映画だとそこが結構あやふやになってて、で本だとなんで呪われたのかずっと分かんないんですよ。あ、これなのかなみたいなミスリードがちょく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 あるんですけど、中盤で理由が明らかになった時にめちゃくちゃゾッとする理由なんですよ、それが。おもろ。しかもこれが人間声も入ってんだよね、うん、そうですよね。僕らも親とかおじいちゃんとかいるじゃないですか、うん、でもおじいちゃんとかおばあちゃんの人生ってほぼ知らないじゃない、うん、当たり前だけど俺らより何倍何十倍も生きてるし、その間に何をしてたかってわからないじゃないですか。そういう親とか上の世代ってちょっと怖いな、うん、人間って怖いな、なんなら結婚って怖いなってちょっと思う理由がしっかりと書かれててね、それがまずめちゃくちゃ怖い。ブックマ。幽霊とか化け物 VS 人間の除霊師がバーバーってこう、なんかこうヌーベーとか、最近で言うと呪術廻戦みたいな、そういう感じでこう呪文とかなんかいろいろ道具を使ってマジでこう戦う、ちょっと漫画にしたら面白そうだね、あの感じなんですけど、映画だとそんなにバトルしないんですよ。で映画ってやっぱり見せない美学みたいなのがちょっとあって、原作にあるある意味ちょっとバカバカしくてこっちがワクワクするバトルっていうのがだいぶ見えない形になってるんですね。でも小説だともうはっきり化け物の形とか、え、そんな怖い形なのみたいなところまで全部書き込まれてるので、すごくね楽しめる原作になっております。この表紙はボギワンじゃないってことですか。これはボギワンじゃないですね。あ、そうなんだ。花ですかこれ。その呪いを使う人って結局人間で、
その人間ってもっと怖いんじゃないみたいなところがこう描かれてるんで、貸しますよこれ、よかったら。そう、なんか結局人間が怖い。全然返答はしてくれないんですよ。いるいらないは一回さておき。そうなんです、はい、結局人間が怖いみたいなのは好きなんですよ、はい、僕。あ、本当ですか。そう、だから気になりました。じゃあいいかもね、これね、うん、いいと思う、はい。新潮文庫の小野冬美さんの残影という作品です。ご存知でしたか。知らないです。これも一応映画化になってて、竹内結子さんとね、橋本愛さんがこうやってこう表紙になってる。小野文さんっていう、まあ作者の方がいて、あの奇談百景っていう一本別の小説があるんですね。でこの奇談百景っていうのは99話のホラー短編集なんですよ。で分厚さもこれぐらいで、もう本当1話1ページ2ページ目ぐらいの感じで、コンセプトとしては百物語っていうか、要はその怪談を100話話すと本当に幽霊現れちゃうみたいな話あるじゃないですか。それにちょっとあやかってる話で、奇談百景は99話短編の怖い話があって、100話目が残影っていう構成なんですね。へー。何が怖いかっていうと、まず奇談百景の時点で話の感じがちょっとリアルなんですよ。それこそさっきのボギーワンが来るとちょっと対照的で、ちょっとあり得る話じゃないみたいな、なんかまず99話あって、なんかちょっと不穏な気持ちになって残影読むじゃないですか。で残影も、え、なんかこれちょっとやけにリアルだなみたいな感じで、そう思ってると後半で僕たちがいるこの世界に存在してる本当の小説家の名前が出てくるんですよ、登場人物として。ってなった時に、あれこれ、え、実話みたいな、え、怖い怖い怖いみたいになって、でこれ読むと分かるんですけど、主人公に名前がなくて私っていう名義になってるんですね。これ私って小野冬美さんのことじゃないみたいなことになってくると、だんだんこれ、え、ノンフィクションじゃんみたいな怖さになってきて、でこれ映画版だと結構まあ映画なんで、この結末とかもちょっと派手なんですよ。主人公の私の元にあの手紙が届くんですよ、相談の手紙が。でそれをこう読み解いていくっていう内容になってて、でその手紙を送ってるのが橋本愛さん、うん、で橋本愛さんがその実は引っ越した先でちょっと不快な現象が起きました。なんか畳の部屋で畳をする音がするんです、うんうん、スッスッスッみたいな、これ何の音なんだろうみたいなのことがだんだん読んでいくと、とんでもないとんでもない不気味な、え、そんな最悪の音だったのっていうのが分かるような話になってるんですけど、映画だとあの最後結構すごいじゃない。すごいですね。え、違う映画ぐらいの。そうそうそう。ちょっとなんか笑っちゃうぐらいのド派手展開になるんですね。でも小説の残影は最後なんかよくわかんない感じで終わるんですよ。要はこれ呪いがあるのないのがよくわかんないんですよ。でしかも解決しないんですよ。みんなも気をつけてねみたいな感じで終わるんですよ、この小説。それがまたリアリティがすごくて、あー、そっかそっかそっか、これ小野冬美さんが普通にあった出来事をそのまま書いてるだけじゃないのって思うんだけど、それを調べてもどこでも言及されてないし、後書きでも何にも触れてないんですよ、うん、そこがまた怖いですね。怖いのよそれが。映画版ってなんなら再現 V だったんじゃないかって思う、うんうん、その有名なキャストさんを使って再現をしただけで、これは本当に起きてることなんだって、もう家にちょっと置いときたくないって思うぐらい、とてつもなく強烈に怖い本、残影でございます。すごい面白い、はい、あ、これは借りたいんじゃないですか。ボギーワンが来るの方がまあ好きです。あ、本当ですか。マジか。ボギーワンが来るでさえあの反応だったのに。最後は角川ホラーの鈴木浩二さんの螺旋でございます。ご存知ですか。はい、読みました。読みました。あ、え、すごいですわ、まちゃん。これあのリングは分かりますか。映画と本もありますけど、分かんないです。あのいわゆる貞子、うん、あのえ、貞子は知ってます。最初リングって時なんかロード・オブ・ザ・リング頭に浮かべてマジか。ロード・オブ・ザ・リング略してリングは分かりづらすぎるから。リングっていうあの要は有名なね、テレビから出てくる貞子っていう、まあ、キャラクターなんですけど、そのリングの2続編が螺旋っていう話。あ、え、じゃあ貞子が出てくるってことですか。そこもちょっと面白いところでございまして、まあ、そもそもじゃあこのリング貞子っていうのは何なのかって話からいくと、山村貞子という女の子がいまして、で彼女は超能力がちょっと使えるキャラクターなんですね。人の心を読んだりとか、サイコロの目をコップで隠したものを当てれるとか、うん、でその子はただそんな能力を持ってるがゆえに村八分に会っちゃうんですね。周りからいじめるとお前気持ち悪い気持ち悪いって井戸に捨てられちゃうんです。で時代は現代になりまして、その井戸の上にログハウスが建つんですよ、別荘が。で、そこでも若者たちがキャッキャキャッキャみたいなことをしてる時に、まあ、その時代は VHS っていうあの
ビデオテープ、はいはいはい、これを家ではこう見てたんですけど、この VHS が もちろんまあ、ね、そのログハウスにもテレビと、ね、ビデオがつくわけじゃないですか。でそしたらその井戸にいた貞子のまあ怨念が上に立ったログハウスの VHS のビデオのテープに思念として刻まれてしまって、呪いのビデオが完成してしまう。そのビデオを見てしまった若者たちが1週間後の同じ時間に貞子に殺されてしまうというのが、まあ、リング1の話なんですね。で1作目のリングっていうのは死んでしまった若者の親戚の女性が主人公になって調べていくっていう話なんですね。山村貞子の生い立ちみたいなものが明らかになってて、あ、こういう理由で殺されてしまったのか、こういう理由で呪いのビデオは完成したのかっていうことが分かるっていうのがシンプルなリングの一作目のあらすじなんですよ。ブックマ螺旋っていうのは映画化もされてて、でリングの続編なんですけど、とんでもないどんでん返しと裏切りが待ってるという話になってまして、これはネタ、これちょっと難しいですね、話が。言っていい言っていい言っていい、チンピラだから、チンピラだから呪いってなんで呪われると思います？復讐とかじゃないんですか？まあそうですよね、復讐ね、その自分が例えば殺されたら恨みを晴らそうとか、うん、天罰みたいな、はい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 、その悪いことをした人に対して当てるみたいな、罰が当たる、自分が生きた証を残すみたいな、あ、まさに存在、まさにそれめちゃくちゃ近いです、うん、まさにそれで、あの呪いって割と復讐とか、怨念を晴らす、自分の恨みを晴らすっていうのがあると思うんですけど、貞子の呪いというのは特に、まあ、女性じゃないですか貞子って。でも調節の設定だと両性具有と言ってですね、あの男性の機能も持ってるっていう設定で、子供が産めない体だったんですね貞子っていうのは。でも自分の子供が欲しいという気持ちがずっとあって、その気持ちがあったまま殺されてしまったもんで、私が生きた証もない、自分の遺伝子さえ残せてないっていうことで、呪いをウイルスとして世の中にばらまくっていう話がこの螺旋の話。へえ、ブックマ、すごい。これあの映画とまた違くて怖いところが、螺旋の中でリングが本として出てくるんですよ、うん、その僕らが読んでた一作目のリングはある種その主人公が書いてたレポートで単なる、うん、そのリングがレポートとして螺旋の中にこう出てくるんですね、うん、螺旋の中でリングっていう本を出版するっていう展開になるんですよ、うん、で世の中でリングっていうのが大ブームになって映画化されてゲーム化されましたみたいな話が螺旋の中に出てくるって、ちょっとこうメタ的な入れ子構造になってって、でそれによって何が生まれるかっていうと、リングっていう小説を読んだ人も呪われるってことが螺旋でわかるんですよ。リングを読んだ人も、え、呪われて殺されるって書いてあるじゃん、え、じゃあ俺も死ぬのみたいな作りになってるんですよ。でプラスちょっとキモいのが、女性がリングを読むと妊娠するっていう話になってね。そう、貞子の遺伝子を受け継いだ子供が自分のお腹に出てきちゃうっていう、要はその貞子はこの世にもう一回この自分の肉体を持った状態で生まれ変わろうとしてるっていう恐ろしい話になってて、でその螺旋読んでると、さっきも言いましたけど、リングがベストセラーになって映画化されて、ゲーム化されてて、パチンコ台にもなってみたいなことがこう書かれてるんですけど、それって今の世の中なんですよね。今も貞子 あのパチンコ台って できたし、リングって未だに続編ができて、海外でリメイクもされてるっていうことを予期してるかのような内容になってるんですよ。だから今これ読むと、あれ貞子って今みんなの中でこう当たり前になってて、ちょっとこう面白キャラみたいな、始球式とか出ちゃうんですよ貞子って。髪の毛この状態でこうやって投げるとか、なんならちょっと怖くない存在になっちゃってるんですよ。なんか可愛い感じになってきてますよね。そうなの、貞子の存在って、そう、ちょっといじられキャラみたいな、みんなから愛されるホラーアイコンですよ貞子って、みたいなのが今世の中になってるんですけど、まあ、それ見るとなんかもう貞子って怖くないよねみたいな、もうちょっと笑いもんじゃんとかって思うじゃん。でも螺旋読むと、それ貞子の狙いじゃん。え、そう、今思い聞いてて思った、まさにもうでしょ、貞子の思惑通りってことですよね。そう、それに気づかされるのがこの螺旋の後半なんですよね。でそれを知ってしまった時に、あ、やべえみたいな、もうこれはつまりその貞子がこの世にまだ生きてたかったっていう呪いがウイルスとなって、日本のみならず世界中にもばらまらかれて、もう貞子といえばあれだよねって共通認識が浮かぶような世の中になっちゃったことで、貞子っていうのは死んでしまったけど現代に生き続けてるんだっていうことがやばい、わかる、素晴らしい小説なんです。え、すごい、すごいよね、怖い、怖いですよね。え、やだ、貞子嫌い。ブックマ、
やっぱ VHS ってテープじゃないですか、うん、でそのテープにその貞子の念力による怨念が刻まれることで呪いのビデオになったっていう説得力がすごい本だとある、うん、でも VHS で呪われますよをこの2020年代にやってもいや誰も VHS 使ってないし、ね、いやいやそもそも怖くないよってなっちゃうんだけど実は貞子の狙いはそこではなくないそう俺らはもう貞子を当たり前のように知っててちょっと笑い物にして始球式出してパチンコにしてガチャポンにしてっていうのがそもそも貞子の狙いだったっていうことがこの一冊でわかるという、うん、この社会と本がうまく噛み合ったこんな見事な本ないなと僕は未だに思う傑作だと思いますねこれは本当にすごいやっぱホラー読むんだったら読んどいた方がいいかなみたいなノリあるじゃないですか、はいはいはい、すごい有名な作品だし、はい、でそのノリで読むとすごい裏切られるというかですよね、うん、あんな軽いもんじゃないんだっていうかそうそうそう映画版のリングあれ本当ですよって言われてもいやいやだって作り物じゃんってなるけど本の中で一レポートとしてリングが紹介されるからえ俺がさっき読んでたやつだよなみたいな怖さがあるっていう、うん、この作りは本ならではだなという気がしましたね、うん、ブックマ映画好きなんだなっていう本の番組なのにすみません、はい、3冊でしたねそうですよ、うん、どうですか螺旋借ります螺旋はなんかいけそうですよね僕なんかオビワンケノビみたいなやつなんですよオビワンケノビあ、ボギワンあ、ボギワンボギワンが来るからスターフォーズからボギワン多分アクニャンはなんか人が怖いみたいなのに惹かれてるんだよね、うん、そう、そこだけがもう気になる螺旋はあんまりですか3位ぐらいですか2位あ、2位ザンエ3位、はい、1位は、1位はボギワン、はい、これじゃあちょっとね、今日ワンちゃんボギワンをじゃあ大丈夫ですよまた買うし全然はい、あの全然全然こんぐらいだったら買うしありがとうございます、はい、あの全然ということで今回はジャガモンド斉藤さんにおすすめのホラー映画原作本をご紹介いただきましたはいありがとうございましたありがとうございましたさよならどうでしたブックマちゃんえ今から聞くんだここで、はい、流派が違いすぎるシネマンション6人でやりますなんかメダちゃんだけ言ってるからねずるいよねなんかあれがブックマちゃんと思われたくないですそれな